サンフォードワイル・サンフォードワイルは、アメリカ合衆国の銀行家、シティグループ元会長、ポーランド系ユダヤ人である両親の元ブルックリンクで生まれた。1955年、コーネル大学を卒業。すぐ結婚し、ベアースターンズのブローカーとなった。1959年、アイザック・バーナムのファンドに雇われた。このファンドは1976年、 グループブリュッセル・ランバートの投資用紙会社と合併し、ドレクセル・バーナム・ランベールとなった。ワイルは1960年5月リーマン・ブラザーズのアーサー・カーターらと企業。1970年ボストン・リュー・ブローカーのヘイドンを買収した。1979年、ワイルの会社は合併により、シェアソン・レイブローズとなり、メルルリンチに次ぐ投資銀行となった。 これが1981年にボストンカンパニーの買収を発表し、グラス・スティーガル法に直接違反した。証券取引委員会は最終的に買収を承認した。この時の委員長は1960年から1962年までシェアソン・ハミルの幹部であった。シェアソン・ハミルは1974年にワイルの会社が買収していた。 1981年シェアソン・レイブローズは自らの申し出によりアメリカン・エキスプレスの参加に入った。1983年初めアメックス社長にワイルが就任した。ピーター・コーエンが、シェアソン・レイブローズの社長、会長職を継承した。シェアソンは1984年5月リーマンブラザーズクーン・レイブを買収してシェアソン・リーマンブラザーズとなった。 ピーターは1980年代以末に、コールバーグ・クラビス・ロバーツと組んで、RJR ・ナビスコのレバレッジ・ド・バイ・アウトに、成功すると、1992年から1994年まで、エドモンド・サフラのリバブリック銀行、副会長兼重役を務める男であった。1989年、アメックス会長・オワイルが退任して、プライメリカの会長となった。同年、 ドレクセルのリテールブローカー事業を買収。1993年3月アメックスがシェアソンをプライメリカに売却した。プライメリカはもともと生産業であったが保険、金融ビジネスへ進出、成功し、伝統事業の売却益で1983年スミスバーニーを買収した。ワイルのアメックスがシェアソンを回収した時、シェアソンはスミスバーニーと合併した。 このスミス・バーニー・シェアソンは1993年5月に子会社のボストン・カンパニーをメロン銀行に売却した。9月プライメリカはトラベラーズを買収してワイルを社長、会長にした。1997年9月にそのトラベラーズがソロモン・ブラザーズを買収した。これがシェアソンと合併してソロモン・スミス・バーニーが発足した。 ソロモンの主役は1991年ジョン・メリウェザーからウォーレン・バフェットに変わっていたが、ワイルもそこへ参加することになったのである。1998年4月、ワイルのトラベラーズがシティ・コープと合併してシティグループとなった。ワイルは社長、会長となった。そして年内に右腕のジェームズ・ダイモンを解雇した。ワイルとジョン・リードがシティグループの共同 CEO として、 経営に当たった。1999年10月、ワイルはロバート・ルービンを会長に据えた。2001年、ワイルはニューヨーク連邦準備銀行のクラス A 取締役となった。2002年2月、リードは退任した。2004年シティグループが集団訴訟で26.5億ドルの和解金を支払うことに合意した。ワールドコムの悪化した財政状態を知りながら、 ソロモン・スミス・バーニーは顧客に楽観的な説明をして、ワールドコムの発行した、社債、株式を販売していた。2006年、チャールズ・プリンスが、シティグループ会長となり、サブプライムローン関連業務に傾倒していった。世界金融危機が起こると、ソロモン・スミス・バーニーが2009年1月モルガン・スタンデーに、買収された。 2012年内貌不正捜査の取り締まりに際して、ワイルは規制当局と意見を共有した。彼の意見は、投資銀行部門を切り離そうとする点で事件を反省するものであったが、他方では、金融機関への公的資金注入を避けるため、投資銀行の租税回避行為等に対して、寛大な政策を執行する側面もあった。 この考え方には2016年パナマ文書公開という形で一定の審判が下された。ありがとうございます。